焼きで。おはようございます。なんでですか？ちょっと待ってください。なんでいるんですか？今日は巡業です。よ、はい、巡業です。103カ所目。このプロレス団体マケヘンさんの興行にやってきたわけですよ。話をもらって来たんですけど。そうだそうだよね。はい、なんで、あ、ちょっと紹介したい人が。紹介したい人、はい、鈴木さん。君たちがつくし、はい、はい、そうです。あ、うちのリングで普通に歌えると思ってる。え、いや、あの、歌っていいよっていうことでできたんですけど。じゃあ今日歌うかどうするかはうちのエースと戦ってもらって、勝ったら、ね、歌うってことで。何すかそれ。そんなの聞いてないよ。びっくりだよ。驚き。じゃあとりあえずこの人ここに来て。向こうの方に、え、なんかちょっと横かんだけど中に行くみたいなんで、ちょっと行ってきたいと思います。ニョキニョキ。はい、ということでやってまいりました。あそこにいる大きな選手が代表の橋本。うしゃー、カラー付きが半端ないんですけど。でかいし、とりあえず行こう。え、もう行くんですか？行くんですか？ちょっと、え、マジで。失礼します。なんだよ、ちょっとよろしくお願いします。誰だ、入りづらい。これがうちの最強のエース、橋本選手です。この橋本選手に勝ったら、まあ、リングで歌ってもいいかな。怖い。体つきがもう違うじゃないですか、これ。もう目線がもう怖くて合わせられない。でも、大丈夫。見ててください。頑張る、カンガルー。君といつまでこうして手をつないでられるかな。君とどこまでも行こう。はの割引券。キャバクラ、なんでそんな持ってんの。私がこれで橋本さんを引きつけるから。おう、そのとは分かってるよね。分かった、任せるから。見ててください。頑張る、頑張る。よし、行こうぜ。行きます。橋本さん、はい、喧嘩してそれで
の印に焼肉のクーポン券です。マジで？これキャバクラの割引券です。マジで？マジで？それの？はい、割引券なんです。一緒に行きます。